星空ガイドが語る宇宙の話。こんばんは、星空ガイドのカネさんです。お正月が一年の始まりであるように、宇宙にもその始まりがありました。私たちはタイムマシンや過去を見ることができるタイムトンネルを持っていないので、宇宙がどのように始まったかは全て理論上の仮説です。しかしここ20年、人工衛星や望遠鏡による精密な観測により理論が裏付けられ、宇宙の始まりについての解明が進んできました。今晩は宇宙の始まりの話です。どのようにして宇宙の年齢が分かったのか、最初に起こったインフレーションとは何か、その後に起こったビッグバンとはどのようなものであったのか、宇宙の歴史を1年に見立てた宇宙カレンダー、以上4つについてお話しします。宇宙の年齢を求める。宇宙は今から138億年前に生まれたと言われています。なぜ138億年と分かったのでしょうか。アメリカの天文学者エドウィン・ハッブルは、遠くの銀河を観測しているとき、より遠くにある銀河ほどより速い速度で私たちから遠ざかっていることに気がつきました。遠い銀河では、銀河の位置と遠ざかる速度には関係があったのです。これがハッブル・ルメートルの法則です。天文学者たちは、銀河が時間とともに加速しながら遠ざかっているなら、その速度と距離から逆算すれば加速が始まった時が割り出せることに気がついたのです。例えば、ある車が停車している状態から1分間に時速5キロずつスピードアップするとします。車は1分後には時速5キロ、2分後に時速10キロ、3分後は時速15キロと加速していきます。もしその車が時速100キロで走っていくのを見たとしたら、逆算するとその車が走り出したのは20分前であったことがわかるわけです。宇宙の場合は加速膨張なので、厳密にはこれより複雑ですが、考え方はこれで分かっていただけると思います。天文学者たちは、遠ざかるたくさんの銀河の速度と距離を観測し、ハッブルの法則に当てはめることで銀河たちがスタートした時刻を計算で求めました。今では遠方の銀河までの距離や遠ざかる速度が人工衛星を使ったりして以前よりも精密に観測できるようになった結果、宇宙が始まったのは今から 137.99 億年プラスマイナス 0.21 億年であることが分かったのです。インフレーション。宇宙は約138億年前にある一点から広がりながら加速を始めました。この始まりをビッグバンと呼びます。ではビッグバンの前にそこには何があったのでしょうか。最初にあったのは量子的無の状態、あるいは量子揺らぎという状態であったと考えられています。どんな状態かというと、大量の電子と陽電子が発生してはぶつかり合い、ぶつかるとプラスとマイナスなのでゼロとなり消滅してしまうという発生と消滅を繰り返している状態でした。そしてこの繰り返しの中で、ポロリと宇宙が量子トンネル効果によって出現したと考えられています。この時のいわば宇宙の種の大きさは、量子論での最小単位であるプランクの大きさ、つまり10のマイナス33乗センチだったと考えられています。今晩はこの先しばらくこの10のマイナス何乗という単位が出てきますが、10のマイナス33センチとは、小数点のカンマの後ろに0が33個ついた、つまり0.000000000000000000000000000000001センチだったということです。物質を作っている最小単位の素粒子の大きさが10のマイナス8乗センチですから、その素粒子の1兆分の1の1兆分の1のさらに10分の1の大きさだったわけですね。小さいですね。そして10のマイナス44乗秒後に、まず物質の性質が変わる相転移という現象が起きて、重力、時間、3次元の空間が生まれたと考えられています。その後の10のマイナス36乗秒からマイナス34乗秒後の間で、自らが秘めていた真空のエネルギーによって膨れ上がり、大きさが1センチまで膨張します。この最初に起こったとてつもない膨張現象をインフレーションと呼びます。ビッグバン。さて、インフレーションに続いて起こったのがビッグバンです。10のマイナス32乗秒後、
インフレーションが終了します。そして膨張スピードの急激な減速が起こり、急ブレーキをかけるとブレーキが熱くなるように、運動エネルギーが熱エネルギーへと変換され、宇宙は10の30乗度という高温状態になりました。そして宇宙誕生から3分が経った時、初めて粒子と反粒子が登場します。粒子と反粒子はプラスマイナスの関係にあるので、衝突すると光子、つまり光を出して消滅します。同じ数だけ登場するはずの粒子と反粒子ですが、10億個に2個の割合で粒子の方が数が多く、それらは消滅することなく生き残りました。こうして生き残った粒子が素粒子となりました。こうして宇宙誕生から3分後に初めて物質の元が出来上がったのです。そして宇宙誕生から15分後、素粒子から電子、陽子が誕生しますが、まだこの時、宇宙は十分に熱く、電子も陽子も自由に飛び回るだけのプラズマの状態でした。その後、プラズマ状態だった宇宙は拡大を続けながら徐々に温度を下げていきます。宇宙誕生から約30万年後、温度は4000度まで低下します。そして原子核が電子を取り込んで原子が作られました。水素やヘリウムといった物質の誕生です。この時同時にプラズマ状態が終わったことで、ようやく光子、つまり光が直進できるようになりました。この時期を宇宙の晴れ上がりと言いますが、私たちはこの時の宇宙の姿を138億光年先にある宇宙マイクロ波背景放射として今も観測することができています。星と銀河の誕生。宇宙誕生後約30万年後にできた水素やヘリウムの原子ですが、その後しばらくはそのままただ暗黒の宇宙を漂うだけでした。物質はその重さで次第に物質同士が集まり固まり始めますが、最初に宇宙にできたのは水素やヘリウムなどの軽い物質なので、なかなか固まりませんでした。およそ2億年後、ようやく集まり固まった水素がその圧力から核融合を始め光り始めます。最初の星、ファーストスターの登場です。ファーストスターは非常に大きく重く明るかったと考えられています。そのため短時間のうちに膨大な量のエネルギーを使うため寿命は短く、今の太陽の寿命はおよそ100億年あるのに対して、ファーストスターは300万年くらいだっただろうと考えられています。宇宙のそこここで誕生したファーストスターたちは数百万年でその寿命を終え、超新星爆発を起こして様々な元素を宇宙にばらまきました。それらの元素と宇宙に大量にある水素によって再び星が作られ、それらの星も超新星爆発を起こすということが繰り返され、それにより星が増えていきました。宇宙誕生から5億年後、様々な場所で銀河ができ成長していきます。そして宇宙誕生から92億年後、今から46億年前に太陽と太陽系が作られました。地球には水素よりずっと重い金や鉛、ウランなどの元素があります。それらはこうした何回かの星の誕生と爆発によって作られたものと考えられています。以来46億年、地球上では生命の発生と大量絶滅が繰り返され、今から約400万年前に人類の祖先が誕生し、20万年前に人類が誕生したのです。宇宙カレンダー。皆さんは2021年に入り、お家や会社に新しいカレンダーを用意したと思います。宇宙が誕生してから現在までを1年で表した宇宙カレンダーというものがあります。1月1日が138億年前の宇宙誕生で、12月31日が現在です。その宇宙カレンダーによると、1月1日、ビッグバン、4月7日、銀河系誕生、8月30日、太陽系の誕生、9月18日、地球上に原始生命の誕生、12月23日、恐竜が出現、6日後の26日、絶滅。恐竜はクリスマスの期間しかいなかったんですね。そして12月26日、哺乳類が出現。人類が登場するのは、もう新しい年を迎える直前の12月31日の午後11時58分となります。宇宙の歴史138億年に対して、人一人に与えられた時間はわずか100年。
宇宙カレンダーにするとわずかに4分の1秒です。ちなみにこれからの地球の運命ですが、1億年後、つまりお正月三が日が終わる頃には人類は絶滅していると考えられています。そして5月11日には寿命が尽きかけて巨大化した太陽が地球のそばまで迫ってきます。その時生物は滅び、地球は焼け焦げた岩石の塊と化すと考えられています。宇宙は今も膨張を続けています。広がるにつれて宇宙の温度は数千度から今はマイナス270度まで冷えました。今後しばらくは、まあしばらくといっても数億年か数十億年ですが、宇宙は膨張を続けてゆき、銀河と銀河の間隔が広がり、何もない空間が広がっていくと考えられています。その時は夜空を見上げても星一つない暗黒の世界です。そう考えると私たちは幸運な時代に生まれているんですね。今晩のお話はここまでです。また別なお話でお会いしましょう。星空ガイドのカネさんでした。